さあ、今週もよろしくお願いいたします。FM 議論から始まる本気な県のサッカーを盛り上げていこう。7月12日水曜日時刻は午後10時を回りました。皆さんこんばんは。沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、パーソナリティの小浜直人でございます。はい、今週もですね、沖縄県のサッカー情報をいろいろねおしゃべりしていきたいと思いますので、皆さんぜひご一緒ください。よろしくお願いいたします。今週もね、シークレアのヨヘナさんに来ていただいていますよ。どうもこんばんは。こんばんは。大丈夫か。よろしくお願いします。重い重い重い。はい、大丈夫です。すいません、選手は休んでしまった。いえいえ、もうね、はい、流行に乗った感じだった。違うか。全然違いますよ。もう小浜家ではさ、はい、その流行に流行に乗ってからさ、あの若干2名インフルエンザに沖縄すね、ザ沖縄って感じじゃない、この時期にインフルって。そうですね、クーラーが強いのかな。まあいいや、ごめんごめん、脱線した。はい、もう今週もね、はい、サクサク進めていきましょう。はい、お願いします。はいはい。沖縄県のサッカーを盛り上げていこうはサッカーを中心とした情報バラエティ番組です。沖縄県のサッカー情報はもちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、ワイワイ楽しく会話をしていきながら、サッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになれるようなゆるい番組を目指しております。午後10時半までどうぞお付き合いください。この番組はあなたの専属トレーナーになります、エフラボ接骨院、真心美味でご提供、居酒屋マジュン、バーガー&バーボアソロチ、以上各社の提供でお届けいたしますよ。はい、今週も FC 琉球のお話からやっていこうかなと思うんですけど、皆さん、はい、琉球調子上がってきてるよ。来てません。やばいやばい、汗かいてる、どうしよう。ね、9試合ですよね。9試合負けなしが続いてて、はい、前節はアウェーで、鹿児島ユナイテッドとの対戦で 0-1 で見事に勝利してます。ゲーム自体はね、もうほぼほぼ押されてて、はい、ポジション自体のパーセントもだいぶ無効だったんじゃないかな、うん、もう本当に終始、鹿児島のゲームで、はい、で鹿児島が一つ順位が上だったのかな、琉球が一つ下7位だったんですけど、はい、まあ1-0 で勝ちましたので、順位が逆転して琉球が今ね6位に上がっておりますよ、はい。まあワンチャンスをものにしたっていうようなね、はい、本当にそういう試合でした。まあシュートチャンス惜しい場面も若干ありはしたんですけど、はい、本当にねやっぱ終始ゲームの内容は鹿児島で、うん、あ、よく点取られなかったなっていうような感じは実際ありました、はい。でもああいう硬い試合をね、うん、アウェーで 1-0 で勝てるっていうのも大きな、はい、うん、力の一つなのかなって思う部分ももちろんありますし、はい、なんといってもね、この9試合負けがないという、はい、うん、これはそうですよね、でかいよ、かなりでかいと思う、はい、なかなかないですよ ね、 ね、なかなかないと、もうここ近々、ね、そうそう、去年さ、ほら、純生さんと、はい、来ていただいて、ゲストにね、来ていただいてる時に、ほら、なんだろう、ここ直近のね、はい、5試合の勝ち負けのデータが出るようになってるんですけど、そのデータは琉球がね汚れてねえぞみたいな話をしてたんですけど、うん、もうここ10試合ってこのね枠から全然外れた範囲内でやってますので、やっぱすごいなーって、うん、思いますけどね、はい、このね、うん、波を崩さず、ね、崩さずね、はい、ホームでね今週また試合がありますので、はい、はい、FC 琉球次節はですね、今週土曜日、7位のキラーウェンズ北九州との試合がね、県総で開催されますので、はい、19時キックオフでございますよ。皆さんぜひね、はい、ホームで美味しいお酒飲みましょう。負けてないんでね。ねえ、はい、負けてないんでね、もう試合始まる前にとりあえずこの9試合負けなしで乾杯するさ。
で試合始まって乾杯するさ、で勝ってまた乾杯しないといけないからもう大変だな、もう仕方ないな。そうですね、はい。でも本当にね、そういう試合が本当に続いていますので、ぜひね、はい、この好調の波をね、うん、皆さんにも感じていただけたらなと思いますのでね、ぜひ皆さん、はい、うん、先週かな、お話もしたんですけど、FC 琉球自体が J2 にね上がるための、申請をね、クラブライセンスの申請を、やっていますの で、はい、でこの結果が出るのが9月10月ぐらいって言ってたかな、はい、うん、まあね、チームが強いだけでもダメだし、うん、まあ、環境が整ってるだけでもダメなので、まあ、それが ね、はい、両方整ってきて、まあ、環境だったりチームのね、地域に貢献するものも含めてのさ、はい、チームの環境はものすごく仕上がっているのでね、はい、あとはチームが強くなるだけだぞ、はい。もうね、結果ですね。うーん、はい、あー、まあそうよね、はい、なんだろう、野良一奈さんからもありましたけど、鹿児島ユナイテッドだったりはね、杖源金沢だったかな、向こうも含めてやっぱり会場のね、はい、審査が通らず、そうですね、まあ、はい、亀申請が通らないと、はい、もう決定してるということなのでね、ただただもうその2チームは上位にいたのでね、はい、うん、まあ、琉球もその順位をひっくり返して欲しいですね、はい、まあもう手の届く範囲に来てると思いますけどね、うん、まあ、この調子で本当にね、8月に1万人祭りが、はい、まだ一度も達成していない1万人祭りが、ね、はい、ありますのでね、ぜひ、はい、うん、やっぱりね、みんなに身近でやっぱり感じてもらいたいな、うん、そうですね、みんなでワイワイガヤガヤできたらいいなと思いますのでね、ぜひ皆さん、はい、今週末にね、はい、ホームであります、北九州戦ね、19時キックでございます。はい、番組でもチケットをさ、何枚かちょっと準備できているので、はい、FM 沖縄にさ、置いておきますので、ぜひね、皆さん、はい、興味のある方は、うん、FM 沖縄まで来ていただいて、はい、もしくはさ、沖縄県のサッカーを盛り上げていくこの Facebook にコメントいただければ、俺当日会場にいるので雑現地でね現地でね、はい、コアマですってからっていうか、俺いつも行くのギリギリなんだけどさ、それでいいならはい、現地で渡しますので、ぜひね、皆さん、お声かけしてください。はい、コアマさんって言ったら俺そのまま無視してそのまま行きます嘘ですよ、はい、もうぜひね、よろしくお願いします。コメントがちょっといくつか来てるので、はい、はい、野内一郎さん、こんばんは、小山来ましたよ、はい、どうもありがとうございます。こちらに入っ、天皇杯の速報、はい、はい、レイソルがトリニタに0対2で、うん、そうだ、今日天皇杯やってて、はい、そうそう、 J リーガー情報もね、お話ししないといけなかったんですけど、まあ、どこが勝ったのかなとかはまた後で、はい、うん、お話できたらなと思いますよ。ありがとうございますね。ありがとうございます。はい、で、中野町の和樹さんも、はい、久しぶりですね。今週末は県庁で美味しいノンアルビール飲みたいって、うん、アルコール違うか一応ね、勝利のね、はい、このビッシュをノンアルでも、もうアルコール入っててもダメか、俺運転して帰らないといけないから俺もノンアルだなそうですね、うん、美味しいお酒飲みたいですね、もうぜひ、はい、乾杯しましょう、よろしくお願いいたします。はい、はい、あとですね、県内の、まあ、サッカー情報としまして、先週から開幕しています第24回全国クラブサッカー選手権大会のね、沖縄県予選が、先週末ありました、はい、で、ね、今ベスト4が決まってるんだったかな、ちょっと待ってよ、どこ行った、はい、すいません、これさ、はい、先週もちょっとお話ししたんですけど、県内のあのクラブチームが、はい、はい、参加してる大会なんですけど、ちょっとね、なかなか、うん、面白いなと思うんですけど、県内の、県リーグ自体に1部、2部、3部、あとここにね、加盟してないチームもあるんですけど、そこの1部以外のクラブチームが参加する大会なんですよ、はい、うん、でそこで今ベスト8が残ってますので、そのベスト8の試合がですね、今週のまた日曜日、近町フットボールセンターのね、人工芝の方のグラウンドでありますのでね、皆さんぜひちょっとタイミングが合う方は行っていただけたらなと思いますよ、よろしくお願いいたします。これクラブサッカー選手権ってさ、はい、あれなんだよ、この沖縄県代表なるさ、はい、で九州代表になって、九州でまた勝って全国大会出て、はい、ACL につながるんですよ、これ、あら、はい、
ACL 見る。もともとのあの、なんだっけ、俺嘘ついてるかな、嘘ついたらごめん、苦情ください。あの、もともとのほら、トヨタカップとかあったじゃないですか、はいはい、クラブの、はい、ね、今の、あの、クラブワールドカップになってる前身のものの、はい、あの、ずっと前からやってるやつで、だからそれ、これが、あの、クラブ選手権につながる県大会なんですよ。へぇ、そうそうそう、全然知らなかったです。うん、そういう、そういうの言ってんのかな。言ってるんでしょうね。ごめんね、俺が嘘ついてたらすいません。結構話が飛躍したんでね、はいはい、すいません。そうそう、で、今週の日曜日はですね、九州リーグも、県内での開催がありますよ。はい、はい、7月16日日曜日は、西原町陸上競技場にて FC 那覇の試合が11時キック、はい、これね、ちょっと同時刻でね、本当にもったいないなと思うんですけど、同じ九州リーグにね、参戦しています開放クラブ、サッカ ー, あー開放銀行サッカークラブの試合がまた、灰原町小金の森、運動公園の方でね、11時キックで、同じくね、11時間ってもったいないなと思うんだけどね。そうですね、うん、なかなか走もしたいですもん ね、そうそう、午前中ね、見に行ってまた午後見に行ってとかね、はい、できればサポーターが分かれちゃいますね、ちょっとね、うん、もったいないなと思うんですけどね、はい、まあ、県内でね、開催されます九州リーグも、めったにないのでね、はい、この機会にまた、見に行っていただけたらなと思いますよ。もう一度言っときましょうか、はい、FC 那覇の試合が11時キックで、西原町陸上競技場、開放銀行サッカークラブの試合が11時キックで、灰原町の小金の森公園でございますよ。皆さんぜひね、チェックしてください。よろしくお願いいたします。はいはいはい、相変わらずですね、このあとちょっと、時間配分ができていませんので、一旦 CM に行きたいでと思いますよ。はい、一旦 CM です、どうぞ。一人一人の状態に合わせて適切な施術を行うエフラボ接骨院。パキ、ポキなど痛みを伴う施術は行っておりません。筋膜療法や骨盤矯正などの施術を行っておりますので、なかなか改善できないという方もぜひお問い合わせください。エフラボ接骨院。新鮮な魚介類や野菜を中心に真心美味でご提供。店内はぬくもりのある雰囲気になっており、すべての席が掘りごたつ。6名様までの完全個室を一室完備。オープンキッチンでカウンター席もございます。王者の交番裏側、居酒屋魔順。握り寿司のテイクアウトも受け止まっております。野菜たっぷり使ったボリューム満点のハンバーガー、一度食べたらもうやみつき。思い出したらよだれが出てくる。宜野湾市大山国道58号沿いバーガー&バーボアソルチ。はいはい、今週もね、今週じゃない、後半もね、県内のサッカー情報いろいろお話ししていきたいと思いますよ。はい、で、県内出身の、J リーガー情報をいくつかお話ししておきましょう。はい、J1 からいきましょう。川崎フロンターレ所属の背番号20番知念選手はベンチ外で、今夜のね、天皇杯もあったんですけど、天皇杯の方もベンチ外でございます。で、同じくね、J1 のコンサドーレ札幌所属の背番号14番上原選手はですね、はい、前節リーグの方はね、はい、後半も本当にアディショナルの手前で出て、その時に 1-0 で負けてたのさ、はい、で、ラストワンプレーのフリーキックがね、福森選手でしたっけ、2ゴールフリーキック、はい、あれすごかったね。すごかったっすね、あれはね、しびれるよ、見てる方もね、はい、あれは面白かったですね。そうですね、上原選手が出たおかげでね、はい、はい、そうか、そうですね、そうです、はい、上原選手が出たおかげで。いやー、でもあのフリーキックはね、日本とも同じコースじゃないですか、まあ、あ、そうですね、高さは若干違いますけど、まあ、ね、あれはね、キーパー取れないっすよね。そうですね、特に2点目なんかはね、うん、心理戦ももちろん入ってる中でさ、はい、あの2点目はいいフリーキックでしたね、はい、最高でしたね。で、札幌がちょっとね、まあ、同点ではあるんですけどね、うんうん、チームの上昇になればなと思いますよ。負けなかったことが ね本当に大きいと思います。うん、ここにこの浦選手が絡んでる、ちょっとでもね、はい、絡んでるっていうのがもう嬉しいですけどね。はい、季節もね、ちょっと注目していきたいなと思いますよ。はい、はい、J2 の方に行きまして、名古屋グランパスの背番号7田口選手はフル出場で、今夜あったで、天皇杯はベンチ外でございましたが、あのね、名古屋の試合はなんか雨なのかな、試合がね、今日天皇杯やったんですけど中止になってたので。あ、そうですか。でも元々のスターティングメンバーからも外れてたので、今日はね、うん、
まあ相手がジェフェルなのかな、八戸は、うん、そうですね、いうこともあったのかもしれません、はい、温存ですね、うんうん、はい、でフロアスト熊本の上里選手、前節のリーグは、ね、先発フル出場で、今夜も天皇杯やったんですけど、今夜もねベンチ外でございましたが、熊本は浦和レッズに 1-0 で負けております。 1-0 か、浦和レッズとやるときにベンチ外ってちょっと結構きついですね。いやでももうあれなんじゃない、ね、ちょっと諦めてたのかな。そうですか、諦め。いや、だ上里選手、ほらもうごめんね、もうこんなこと言っちゃまずいと思うんですけど、うん、熊本もまだまだちょっと下位で、はいはい、ポジションがね、上里選手のこのなんていうのかな、怪我明けも含めてさ、はい、やっぱり出せるところと出せないところの、やっぱ厳しいね、基準がちょっとあるのかなもしれないですね。やっぱね J1 のね浦和相手にできる、ね、そうですね、ベストメンバー組めないっていうのがね、はい、なかなか難しいのかなと思うんですけどね、ローソンね今日ちょっと負けてしまってます。でね、かまたまあれ所属のね、背番号9番ガナー選手、1ヶ月2ヶ月ぐらいかな、怪我からね、前節復帰しております。後半途中からね出場してるんですけど、かまたまあれはねジェフとの試合で、はい、3-4、これもうちょっとネットでしか見てないんですけど、はい、あのレフリングはねいただけないなって思う部分がね、あれ1点目はオフサイド、まあ1点目はね間違えてもしゃあないかなと思うけど、2点目はエリア、ペナルティエリアの外でハンドしてるんだけど、うん、もうペナルティーだわけ。あで試合もさ、もうシーソーゲームで3-4で、ジェフが勝ってるんです、はい、だけど、あれはねちょっとサヌキにとってはなかなか厳しい試合だったかなと思いますね、はい、あれはレフリーちょっと叩かれないといけないような内容でした、まあ、ちなみになんですけど、うん、あのコンフェデレーションズカップでこのビデオのレフリーに入ってるじゃないですか、はいはい、J リーグはやっぱりまだでしたっけ。まだですね、韓国がやり始めてはいますけどね、はい、だね、もうそろそろいい加減にしろって僕は思ってますけど、そうですね、あのもしくはさ、はい、あのゴール裏のさレフリーを入れろと、思うんですけどね、第5審第6審ですかあれ、なんだろう、ゴール裏のを判定するでもいいじゃないですか。もしくはよ、なんて言えばいいのかな、ダメなのかもしれないけど、底上げにならないのかもしれないけど、なると思うんだけど、時間かけてでもこのヨーロッパからレフリーを呼ぶべきじゃないのかなと思うんですけどね。まあヨーロッパから呼ぶって言ってもありますけど、やっぱりヨーロッパのレフリーも結構ひどい腰ありますから、やっぱりビデオ判定っていうのができるもう時代なので、やってください。もうそれ以外ないんじゃないですか。そうかな、もう人間の目で見れる範囲っていうのはもちろん、まあ、それがあるからいいっていう方もいらっしゃいますけど、でもやっぱりスポーツなんで公平に、そうですね、そういった意味では公平にしていかないと、ちょっとねなんだかなっていうのが最近増えてるのかな。でも俺もさレフリーをさせてもらう立場でいて、やっぱり言いたいこともあれば言えないこともある中で、はい、いろいろ思うことはあるんだけど、今回のはちょっとね厳しいなって思う部分がありましたね。でもまあやってるのが人なのでね、そうです、それも含めてっていう部分はあるんだけど、はい、人だからこそ、まあ、違うだからこそサポートが、ね、違ったサポートでビデオ判定にやるっていうのもでいいと思いますけどね、本当はこの公平性は保たれるべきだと僕は思います、はい、なんかねちょっともうちょっといい方法、俺はちょっと人肌を感じていたい部分も若干あってさ、それが八百長につながるんでね、それもやっぱ嫌なのよね、はい、選手たちがやってる選手たちがね、はい、報われない、そうですね、本当にのをなんとかね、いやもうなんかほら中東の笛とかで済まされるのっていう、もうね、なんか僕としては面白い、俺がアホって書いてダメか、いやサッカーもそうですけどハンドボールとか他の競技もそうですから、そうですね、その中東の笛とかで終わらされるのは僕はもうこれからの時代なしにしてほしいなと思います。すいません、ちょっと話がね長くなっちゃいましたけど、これはもうね、今後の本当の大きな課題になるはずなんだけど、もう方向性は見えてるので、ビデオレフリング取り入れられてますから、まあね、早めに取り入れてください。2002年のワールドカップのね、韓国の大会なんてね、まあまあもうひどい、もう 10代5審の中の4つだっけ、でも5つだっけ、あのレフリーはちゃんと買収されてたって言ってますから、もういいや、もういいや、はい、ごめん
大丈夫です、ね、県内の J リーガー情報が飛んだな今、はい、すいませんね、はい、皆さん松本山賀の選手の話をお願いします。そうですね、はい、松本山賀所属の背番号18番東間選手は、はい、フル出場で勝利に貢献、はい、でやっぱり、ね、復帰してからさディフェンスが安定してるという声がやっぱり多々聞かれます、はい、うん、で松本はさ今日天皇杯がありまして、はい、J1 のトスに見事2対1で勝っておりますよ、はい、はい、で、トーマ選手今日出てたのかちょっと待ってくださいよ、出れるかな。でトーマ選手がさやっぱりあの去年もやっぱそうなんだけど、はい、なんだろう、ディフェンスに復帰して怪我明けしてからさ、はいはい、ディフェンスに復帰してからのやっぱりこのディフェンスが安定してるっていうの、はい、やっぱ容易に見られるそうなので、うん、今後もねちょっと期待かなと思いますよ。松本山がね役割分担がねはっきりしてるんじゃないですか、うんうん、本人の中でも3バックの一角っていうことでしたので、はい、うん、ちょっとね今後もちょっと注目していけたらなと思いますよ、はいはい、でですね、あとは、ファジャの岡山所属の赤嶺選手は、先発フル出場全、リーグの方ね、はい、してましたけど、惜しいシュートもあった中でね、はい、もったいないシュートがあったよということがありました、はい、うん、でレノファー山口所属の宮城選手先発フル出場で無失点の、ね、勝利に大きく貢献、はい、おでやっぱり宮城選手がこのボランチ守備的ミッドフィールダーに入って試合が締まるというか、はい、完全にフィットしてきたなっていう、はい、あの声が多々聞かれます。で大事ですね、うん、でレノファー自体も最下位から下から3番目に上がってるのかな、はい、ね、最下位も脱出してますので、ただレノファー自体が新しく新外国人を入れてるんですよ、はい、でそこがボランチに入ってくると、はい、で宮城選手と被るのでどうなるのかなって、ただ本当にね周りの人たちはこれだけ宮城選手がねボランチでこんだけ大きく化けてるので、はい、あそこを動かすのもったいないかっていうようなコメントが ね多々聞かれます。それぐらい大化けしてるっていうのはね、はい、もう聞いてても見ててもちょっと嬉しいなと思うんですけどね、はい、うん、今後のねちょっと宮城選手も、はい、注目していきたいなと思いますよ。皆さん、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、であとですね県内のサッカー情報はこれぐらいなのかなと思うんですけど、はい、ドナイチュナさんからちょっとコメントが来てるので、はい、うん、レッツはこれでペトロビッチ監督の首がつながりましたねって、はい、うん、ね、やめるって言ってましたからね、あんなこと言わなくていいと思うんだけどな、まあいいやあのね、ネイマールとメッシが日本に来るって言ってますよってね、ほんまかいなって、まあね、楽天のね多分イベントなのかなと思うんですけど、ネイマール来てましたよね。ネイマールはもうね来てまして、なんかピケも来てるんでしたっけ、知らないっす、うん、なんかんな感じでなんかネット上がってましたあ、そうっすね、あの楽天バルサのねユニフォームが来年から楽天になるので、はい、まあその関係もあるのかなと思う、まあまあまあいいっすね、まあまあね、ごめんなさい県内の情報あと1個、ビーチサッカーなんですけど、はい、ね、全国大会の切符を手に入れましたエリスリーナ、琉球エリスリーナか、はい、うん、がですね、今週末なのかな、ね、無料のキッズスクールを開催するそうですので、皆さん、毎月やってんのかなで今月もやりますっていう情報がありまして、あの琉球エリスリーナでね検索すると出てくるはずなので、ね、はい、ぜひ、ね、ちょっと興味のある方は検索してくれたらなと思いますよ。はい、でごめんなさいちょっとね、はい、時間があんまりないんですけど 2on2 の、あ、はい、はい、大会が今週ですね、いよいよ日曜日に、なんかね、はい、1試合1チームがちょっと抜けちゃったんだけど、こうね、そうですね、はい、うまく埋まってよかったです、はい、うまく埋まってよかった、ちょっと今ホッとしてますもうね本当に那覇でね大きな大会になるのかなっていう部分もあるんですけど、ちょっと楽しみしかないね。そうですね、まあ、うん、地道に活動を続けていくだけなんですけどね、はい、まあ、今回もセルラーパークでさせていただけるということなので、うんうん、はい、またいい情報がね届けられるように頑張りたいと思います。そうですね、はい、皆さん今日ね初めて聞く方のためにもあれなんですけど、米さんがねちょっと中心になって、はい、2on 2、まあ、1対1プラス、ゴールキーパーがつくぞと、まあ、1対1の1 on 1の、ね、大会は、はい、ただこれありますね、までね、はい、世界大会とかもあったんだけど、はい、まあ、そこだけじゃなく、まあ、1対1抜いた後も、はい、シュートまで決めねえと意味がね、うん、意味がねえぞという、はい、ね、もう試合にねサッカーの試合に直結するような大会なのでね、はい、技術の向上ももちろんそうなんだけど、今いる自分のね、うん、ポジションだったり何が通用して何が足りないのかっていうのもね、うん、もう即決して分かるような大会なのかなと思いますのでね、はい、自分の力が本当に試せる場所だと思いますんで、うんうん、それがねなんでか分からないですけど見てて楽しいんですよ。
そうですね、見てて楽しいですけど、あれやったら本当にきつそうでしたよ。今週ね、普天間高校でデモンストレーションってことでやりに行きましたけど、あのみんな足がパンパンになって、1分って始めばかりしてたのに、はいはい、いやこれ前半と後半本当の試合ではあるからねって話したら、はーって言ってましたから、もう1分で足がパンパンに張ってたみたいです。そうだよね、無酸素の1分やりますから。実際試合でドリブルする時間はね、はい、本当に 2,3 秒あれば長い方ですから ね、 そ, うですね、それを1分で1対1っていうのもね、結構緊迫した、ね、はい、すぐゲームになってましたけどね、でも本当に言葉でこれくらい言うぐらいね、はい、あの重みのあるというか強みのある、そうですね、競技なのかなと思いますのでね、はい、皆さんぜひちょっと注目していただけたらなと思いますよ。はい、野田一郎さんのコメント読めるかな、はい、楽天絡みなのかな、ネイマール、メッシ、ポドロスキーのスリーショット現実できるかなって。そうですね、はい、できるかなそうだよね、楽天だしね、はい、ごめんごめん、やべえ、あんなこの話してるうちにですね、今週もアディショナルタイムがもう残り1分切ってしまいました。今週もね、いろいろ皆さん聞いていただき本当にありがとうございました。ちょっとね、今週も雑に喋ってしまいましたけど、皆さんからね、サッカー情報もまだまだお待ちしておりますよ。いろいろね、県内のサッカーを盛り上げていけるためにお話できていけばいければいいかなと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。はい、します。この番組はあなたの専属トレーナーになりますエフラボ接骨院、真心美味でご提供、居酒屋マジュン、バーガー&バー、ボーソルチ、以上各所の提供と、シークレアのヨヘナさん、そしてね、今週も聞いていただきました皆さんのおかげでお送りできましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今週はFC 琉球の試合ありますのでね、はい、ぜひ皆さん、タイミングが合う方は、はい、チケットゲットしてください。よろしくお願いします。お願いします。ではまた来週です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ロッキーからコメントがまだまだないと思ってお疲れ様でした。あれですよ、あの前まで見つかしてたヒロッキーくんが、ヒロミノさん、あー、はいはいはい、お疲れ様でした。またね、バイバイ。ライブを終了します。ありがとうございます。見てるどこだよ彼、ヘビーリスナーです